ということで、ラジオの感想のメールが届いています。おー、ありがとうございます。ちょっと紹介したいと思います。はい、お願いします。ラジオネームニャプソンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。村瀬さん、石川くん、お願いします。お願いします。ラジオ放送を聞きました。2人のナイスコンビな感じが翔ちゃんとトビオみたいで面白かったです。わらわら、やった、わらわらこれからも配給、漫画、アニメともに応援しています。 PS、 村瀬さんが神々で可愛かったです。わらわらつってね。神々じゃねえ、好き気のせいだし、むしろ噛んでるの僕なんですけどね。いやいやいや、違うよ。はい、次のメールいきます。ラジオネーム、受験生だけどアニメを見るのは譲れないさんからいただきました。ありがとうございます。 お願いします。お願いします。配給ラジオ聞きました。村瀬さんと石川さん、お二人ともどこか雰囲気が日向と影山に似ていて、聞いていて自然と日向と影山がトークしている姿が浮かんできました。わらっつってね。わ、おお、嬉しいうーん、そうですか。僕、影山、僕みたいな感じじゃないと思うんですけどね。いや、似てるとこあるじゃん。声、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 そう、髪の色も似てるしね。それ、日本人だからね。サイズも似てるしね。もういいよ、ありがとうございます。はい、次のメール、次行こう。ラジオネーム、ソエちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。村瀬さん、石川さん、お願いします。お願いします。ラジオを聞きました。お互いにトークを拾って上げて打ってのラリーが面白く、バレーの試合のようで楽しかったです。やった、おバレーの試合、バレーの試合、そんな緊迫感ないよえ、わかんないよ、実はここで、あの、今楽しくトークしてるけど机の下で蹴り合ってるかもしれないじゃん。最悪、やめろ、やめろよ、いや、寄せよ、はい、よっしゃ寄せ、歩む、あ、やった、呼んでくれた、歩むだよ、イエーイ、はい、それでは皆さん、最後までお付き合いお願いします。IQ、烏野高校放送部、始め